デトネーションは日本語に直訳すると、爆号のことである。デトネーションは、気体中もしくは個体中を超音速で伝播する、衝撃波により、衝撃波背後で高速な発熱反応が進展し、反応により発生するエネルギーにより、衝撃波が自己維持される、減少、系である。また、内燃レシプロ機関の燃焼や、膨張の段階において発生する。 異常燃焼現象が以前は詳細にわかっておらず、デトネーションとして総称されたりもしていたという歴史的事情から専門的な論文等以外では今日でも総称的にこの語が使われることがある。この記事では来年レシプロ期間の異常燃焼一般についても扱う。ガスデトネーションの場合、水素もしくは炭化水素と酸素もしくは空気からなる系などが知られており、 デトネーションの衝撃波面は無数の爆発的燃焼セルで構成される。固体デトネーションを引き起こす系としては爆薬の類、人工的な装置としては爆縮を伴う核爆弾が知られている。いずれの系においても衝撃波を伴うことから大きな破壊力を持ち、制限された空間で自己維持されながら電波することが知られている。 またこの現象によるガス中の衝撃波の電波速度は、衝撃波前方の媒体を電波する音波の速度の数倍に到達し、炭化水素類の拡散火炎の電波速度が数十 C メートル毎秒であることと比較して、非常に高速である。デトネーション現象の発生、電波、減衰に関する知見は、可燃性ガスや固体の爆発性物質を有益に利用する際の、 安全確保に必須であり、原子力発電所を含む化学プラント、鉱山の採掘現場などの安全確保に生かされている。そして衝撃波により瞬間的に発生するエネルギーは、鉱山における岩石の採掘、軍用爆薬、医療器具、デトネーションを利用した推進、熱機関、性にまつわる現象などにおいて、利用もしくは研究されている。 内燃機関の異常燃焼にはいくつかのパターンがあるが、特に音速を超える非常に速い圧力電波速度を持つ衝撃波を伴う爆合現象が内部で起きているものがデトネーションである。異常燃焼は過度に高い圧縮比やブースト、指定億単価に満たないガソリンの使用、空気と燃料の混合技における希薄な混合比などが原因で発生し、軽度であれば、 ノッキング程度であるが、重度のものはピストンが溶けるなど、エンジンに致命的損傷を与える。なお、積極的にデトネーションを利用し高効率化を期待した研究も行われており、パルスデトネーションエンジンの開発が各国で進められている。ありがとうございます。